はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回ナルトから、この葉の青き猛獣、マイトガイの活躍について見ていきたいと思います。今回は激眉先生の活躍なんだな。ガイはカカシのライバルであり体術を得意とし非常に太い激眉で、濃ゆい顔が特徴で青春に燃えるキャラクターです。見た目は何とも言えない感じですが戦闘力は非常に高く、熱い活躍を見せていましたので早速見ていきましょう。いっぱい学べるところありそうだな。よろしくお願いします。ガイの過去。ガイはアカデミー入学前から父親であるマイトダイから厳しい修行を強いられていました。ガイは修行をこなせなかった時に自責の念に駆られていましたが、ダイは修行を通じてガイの己の努力を評価しており、ガイは修行での努力に誇りを持つように教育されていました。ダイのガイへの熱血な教育をこの葉の里の者に白い目で見られることもありましたが、その度にダイは応援ありがとうと親指を立てて対応していました。応援ありがとうって、めちゃくちゃ前向きなんだな。ですが父親のダイのことを万年下人と馬鹿にしたことにガイは憤慨し、馬鹿にした忍びたちに二度と馬鹿にするなと反抗していましたが仕返しを受けて病院送りにされてしまいます。ガイの気持ちはすごくわかるけど、病院送りにまでされちゃったんだね。ガイはダイの前向きでいられる理由や青春の終わりはいつ来るのか疑問に持ち始めやけになっていました。ガイはダイを馬鹿にした忍びらにボコボコにされ敗北感を感じていましたが、勝利とは自分にとって大切なものを守り抜くことだとダイに教育され熱い抱擁を交わしていました。いい父親だ。胸が熱くなるシーンだね。その後アカデミー入学試験での結果は、補欠合格でギリギリの合格のようでした。最初は不合格と判定を下されるも、そこでこの葉の白い牙と他国から恐れられていた天才忍者、畑作者の息子畑カカシと出会うことになります。カカシにはガイが忍術が使えないことで忍者になれるとは思っておらず、思わず口走ってしまうところでしたが、これに対してガイは、応援ありがとうと父親と同様に対応していました。ガイのことを知ってるとこの対応は感動するわ。ガイも嬉しかっただろうね。その手には修行の跡が見受けられ、ガイのその姿を見た畑作もはカカシに対して、このまま行くとあの子はお前よりも強くなると言われていました。そしてなんとかアカデミーに入学することができ、就任試験第二次反対抗戦では、カカシのチームであるウチハオビトに勝利しており、第三次の個人戦でもオビトと戦うことになっていましたが、得意の体術を駆使して勝利していました。しかしカカシとの試合では惜しくも敗北しているようでした。その後はとある日に台から金術の一つである八門遁甲の術について教わっており、ダイが日々修行し20年かけて得したこの術のことを知ったガイは驚きを隠せずにいました。この術を教わると同時にガイはこの術を使用する際には、自分ルールを課すことを約束されました。その自分ルールとは大切なものを死んでも守り抜く時というもので、実際にダイはガイたちを守るために忍び刀七人衆を前に、八門遁甲の陣を使用し命を落とすも、忍び刀七人衆を反壊させ自分ルールを貫き通し、ガイたちを守ることができました。自分ルールか。父親の最後の生き様もかっこよすぎるわ。そんな父親の最後の姿を見てガイは常忍にまで成長していました。その後ガイは忍術が使えないリーと出会い、リーの努力を称賛し頑張れと声をかけていました。そして第三班であるガイ班の担当常忍となり、ガイをリーダーとするフォーマンセルを組むことになり、ネジを超えようとして必死に努力するリーの姿を見て、リーにはネジを超える可能性を秘めていると述べており、ガイはリーを努力の天才と称賛していましたが、リーはその言葉を信じきれずに努力することの意味を見失いそうになっていました。これに対しガイは自分を信じない奴なんかに努力する価値はないとリーを励ましており、リーの忍道が頑張る価値のある立派な忍道であること、そして自分と似た境遇であることを話し、俺が笑って見てられるくらい強い男になれと背中を押していました。こんなこと言われたらやる気上がらないわけないよね。本当にいい先生だ。そしてカカシとのライバル対決では、じゃんけんで勝負することになり、負ければこの葉の里を逆立ちで500周するという自分ルールを加えており、じゃんけんの結果は見事に敗北。マジかよ。負けたことで本当に逆立ちで里を回っていましたが、リーになぜそんなことをするのかを問われた際には、勝利を呼び寄せるための修行だと述べ、自分ルールの奥深さを説明しており、それに感化されたリーはガイを目指して努力することを志したためガイは、自分ルールにさらなるルールを追加して修行に取り組んでいました。
そして父親から譲り受けた八門遁甲をリーに教えていました。ここまでがガイの過去になります。そしてガイはリーが天才忍者だと言われていた一族のサスケに勝負を仕掛け戦闘している最中、リーがサスケを蹴り上げ表レンゲをしようとした際にカメと一緒に登場していました。ちなみにこれが初登場です。なんとも濃い初登場だな。ガイのキャラの濃さにその場にいたカカシ班であるナルト、サクラ、サスケは面を食らっていましたが、カカシを忍ぶの抜き足により3人の背後を取った時にカカシ以上の実力を垣間見せていました。ガイはカカシより強いよ俺はと発言しており、発言をサスケは嘘でもないと真剣に受け止めていました。こんな登場の仕方じゃ信じられないよね。また、中忍試験前では、死ぬ可能性もある中忍試験にルーキーの担当常任が全員参加を示したことに難色を示していました。これに対してカカシが俺の部下たちはお前の部下をすぐに超えるよと口にした際は、部下たちへの愛情からか無言になりながらも怒りの表情をあらわにしていました。ちなみに外班は前年リーが自身の実力不足のため参加辞退するとネジ、点々もリーのため辞退し、ガイは教え子を中忍試験に推薦しようとしていましたが、1年遅れての参加で今回が初参加のようでした。第3次試験予選では部下たちの試合を見守っており、リーと砂隠れの忍びであるガーラとの戦闘中で、リーは左手足を潰され殺されかけた際に、とどめを刺そうとするガーラの前にガイはリーを助けるために止めに入っており、ガーラになぜ助けに来たのかを問われた際には、リーは愛すべき大切な部下であると説明していました。気絶しながらも自身の人道のために立ち上がるリーの姿にガイは心を打たれ、もう立派な忍者だと涙を流しながら表していました。いい弟子になったな。リーの試合後はリーの人道を叶えるために、試合を止めることができなかった自分を責めていました。そしてこの白寿司においてその実力の一端を見せており、カカシたちと同様に兜の仕掛けた現実を破り、オロチマルの配下の音隠れの忍者を相手に圧倒する実力を見せていました。その後、内派たちと星垣キサメがこの葉隠れの里に侵入した際には、ピンチとなったカカシとくれない、アスマの元に駆けつけていました。イタチのシャリンガンに苦しめられていた仲間に過去のカカシとの手合わせで編み出した対策を伝えるも、相手の足さばきなどから次の行動を予測し、目を合わせることなく対処するというものだったため、アスマやくれないにそう言われればその通りだが、そんなことできるのはお前くらいのもんだと言われていました。褒められてるのか呆れられてるのかわからんな。この戦いではキサメの顔を蹴り飛ばした時に因縁が生まれており、キサメからはその奇抜な格好から珍獣と呼ばれることになります。ガイはカカシたちの窮地を救い、イタチはガイを警戒して一時退却していました。その後は猫むカカシを見舞っていましたが、青葉が喋ったことでイタチ出現をサスケが知り飛び出していったため、慌ててサスケを追跡していました。しかしイタチとサスケの再会に間に合うことができず、作的ミスでジライアにダイナミックエントリーをかまし、さらに説明で出現を重ねてジライアに呆れられていました。説明の内容がいかつい頭って。それでもジライアからつくよみにかけられたサスケを託され病院に送る前に、ジライアと旅に出るナルトに自分が着ているものと同型の全身タイツを渡してこの葉の里に帰還していました。これはいらないだろ。その後リーがガーラとの戦闘の怪我で二度と忍びとして生きていくのが難しい状態となっており、伝説の三人と呼ばれ医療忍術に長けた綱でからも忍びをやめるように告げられていました。忍びとして再起するには成功率 50% ほどの手術を受けることもできましたが、失敗すれば死ぬというリスクもありました。リーは忍びとして才能に恵まれなかったがゆえに多大な努力を強いられていたことをガイは知っていたため、忍びを諦めることはリーにとって何よりも辛いことであると理解していました。リーが夢を失いそうになり、どうしようもない理不尽な苦しみに自暴自棄になっていましたが、ガイはリーに苦しみから解放されたければ、覚悟を決めて手術を受けろと勧め、万が一失敗したら自分も一緒に死んでやると約束を交わしリーの背中を押していました。こんな笑顔で背中を押されたら受けるっちゃないわ。その後リーは手術を受けて成功しており、しっかり元気になっていました。その後カカシ班の救援要請から、外班としてガーラ奪還の任務に参加、対象者を他の同一体へ変化させる増点の術を使用したキサメが外班を迎え撃ち戦闘することになります。キサメ自身は蹴られた経験から外に執着していましたが、外はキサメと以前この波襲来の際に対面していましたが完全に忘れており、誰だ?と述べていました。
こんなインパクトのある蚊を忘れるとか、ガイの頭どうなってんだよ。その後もスイトン系の術を扱う相手に思い出しそうで思い出せず、どこかで会ったような気もすると述べており、キサメの感情を魚でしていました。戦闘ではリー、ネジ、点々をキサメの水でできた球体に対象者を閉じ込める。水牢の術で囚われ窮地に陥り、ガイはヌンチャクで対抗するも太刀打ちできなかったため、八門遁甲の第六門啓門を解放して水中から脱出、浅く弱を使用してキサメを撃破していました。強いな。その後、外藩はガーラの死角を封印した暁のアジトへ侵入するため五風結界を解くため尽力していました。封印を解くことができてはいましたが、仕掛けられていたトラップにかかってしまい、自分と全く同じ動きをする敵に悪戦苦闘していました。暁が第四次忍海大戦を宣戦布告し忍び連合が結成された後は、ナルトを隔離する世話役の一人として、ヤマトアオバと共に雲隠れの孤島に向かっていました。意外にも船酔いしてフラッフラになっていた模様。船に弱いんだ。その際にもう一人の自分を出現させる真実の滝において、滝越しに語るもう一人の自分の老けたおっさんが無理をすると体を壊す。誰もお前の無理やりな青春なんか望んでいないんじゃないか?という、自分らしかねる発言に激怒して叩きのめそうとしていましたが、ナルトに潜入を見透かされ逃亡するキサメと偶然にも遭遇してしまい面を食らっていました。またキサメか、縁があるなこの二人。キサメを吹き飛ばしまたしてもキサメを覚えておらず、キサメに呆れられていましたが、なおも逃亡を図るキサメに B の8尾の力を利用し、さらにカメを口寄せして土台にしてキサメに追いつき水上で戦闘を行うことになります。巻物を持ったサメを一掃すべく浅く弱で対抗していましたが、数が多すぎたため一撃必殺の拳を放つため第7胸門を開いていました。キサメは術自身がチャクラを吸い取り攻撃力を上乗せするスイトン大光弾の術で勝負を決めようとしていましたが、ガイは体術のヒルドラで対応したため、大光弾の特性は発揮されることはなくキサメを直撃し、巻物を奪い取ることができさらにはキサメを生け捕りにすることに成功していました。位置も忘れちゃうけどほんとめちゃくちゃ強いな。ガイはキサメとの戦闘後もキサメのことを思い出すことができずにいましたが、キサメの敵に情報を与えまいと自害した姿に感銘を受け、その名を生涯覚え続けることを宣言していました。第四次忍海大戦では江戸天聖で蘇った過去に名を馳せた忍者たちや忍び刀七人衆たちと交戦します。もうヘロッヘロじゃん。忍び刀七人衆たちを倒した後は、カカシと共に飛びと戦っているナルトとキラービーの救援に向かっていました。この戦いではナルトのサポートをカカシと共に行い、カカシのカムイと飛びの道術が同じことや、飛びの人の顔を忘れるお前に顔を見せる意味はあるのか?という発言から、飛びの正体がウチハオビトだと感づき始めていましたが、それを気にしている場合ではないと隣で動揺しているカカシを叱咤していました。そしてオビトが正体を現し、その後ウチハマダラも現場に到着し、さらにオロチマルが江戸天聖で復活させた歴代ホカゲやサスケも到着したため戦闘は複雑化していきます。そしてマダラは十尾を取り込んで十尾の人中力となり港とカカシを追い詰めていましたが、そこに再びガイが駆けつけマダラと戦うことになります。戦術と体術しか受け付けない今のマダラに対抗できるのは自分だけと八門遁甲第七門胸門を解放。青い蒸気を撒き散らしながらマダラに戦いを挑み、ヒルドラを放っていましたがダメージを与えられず、八門遁甲の反動で大きなダメージを受けてしまっていました。このままでは勝ち目はないと悟ったガイはここで自分ルールである。自分の大切なものを死んでも守り抜く時が今であるということを確信し、この葉の青き猛獣は終わり赤き猛獣となる、八門の最後の門である四門を解放し、かつて自分を守ってくれた父親の代のように八門遁甲の陣を発動させていました。父親と同じ展開ってのが熱いな。八門を解放したガイの体は赤い蒸気を放っており、この赤い蒸気をまだらに揶揄されるような言い方をされていましたが、これに対してガイはリーの前で赤き葉はやがて青葉の養分となり、そして青葉が芽吹く新たな春へと繋げる時こそが青春の最高潮だと述べており、ガイはリーに最後となる自分の生き様を見せるため、桁違いのチャクラと身体能力を得てマダラに挑み、石像を放つも途中でとてつもない痛みに襲われ攻撃を止めてしまっていましたがすぐに慣れており、十尾の人中力と化したマダラすらもカカシたちのサポートがあったとはいえ圧倒するほどの力を見せつけ、
空気砲による連続攻撃石像によって、マダラが反撃できないほどの怒涛の攻撃を放っていました。しかし桁違いの耐久力を見せるマダラはこの攻撃を耐え抜いていたため、このままではマダラに致命傷を与えられないと悟ったガイは最後にして最大の技、野外を放つことを決意します。そのとんでもないチャクラ用にあのマダラが体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。と褒めたたえるほどのチャクラを放っており、空間がねじ曲がるほどの渾身の蹴りを与えており、マダラの左半身を吹き飛ばし死にかけたというほどのダメージを負わせるもマダラは生き残っていました。ガイの渾身の一撃でもダメなのか。マダラの耐久力どうなってんだよ。そしてガイは野外に全てをかけていたため余力はなく反動で燃え尽き死にかけており、戦いに満足したマダラにブドウ玉でとどめを刺されかけていましたが、新たな力を得て復活したナルトに救出され、陸道の用のチャクラによって八門を解除され、命を落とすことなく生き延びることができていました。なんとか生き残れたんだ。よかった。戦争終結後は八門解放の代償に右足の自流が効かなくなったため車椅子で登場しており、カカシと昔話を語り尽くしているようでした。いっぱい語ることありそうだな。以上になります。いかがでしたでしょうか。いやー素晴らしい活躍だったな。最初出てきた時はモブキャラ感がすごすぎてすぐに消えそうな感じだったけど、まさかここまでエグい活躍を見せているとは、あのマダラを相手にここまでやってくれるとは思ってもみなかったですね。八門遁甲の陣に関しては序盤で説明され披露するまでにかなりの期間を要しましたが、本当にこのマダラ戦で出てきた時は、やっと見れるんだとワクワクしていたものです。まあ普通に使用しちゃうと死んじゃうし、使いどころが大事なとんでもないもんだったけど、一番かっこいい場面で使用してくれたね。戦闘でも大活躍でしたが名言もオークリーに対してかけていた言葉は、何かに対して努力する人すべてに刺さるような言葉だったのではないでしょうか。自分が信じることが何より大事なことや勝利よりも大切なもの、そして師弟愛が見え学ぶところが多かったですね。努力を怠らない熱いキャラクターだけに忘れられない素敵なキャラとなりました。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。